待て。 OK。 ん？おい！ Wait！
気合を入れて突撃じゃ！
watch that! Goodbye!行こうぜ。 お前すげえな。 俺が見込んだだけのことはあるぜ。 しかし、悪い。情報よりも強かったな。これは下見をしなかった俺の落ちどだ。どうした、嬢ちゃん。顔色が悪いぜ。まさかとは思ったが、こやつはアバリティアじゃ。冗談きついな。アバリティアってのは冒険団に出てくる怪物だろ。あれだよな。
神に背いた罪を負いながら時空を超越して生き続けてるっていう。あの強さじゃアバリティアに相違あるまい。そいつをお前は倒しちまったのか。一体何者だ。これじゃ俺が教えることもすぐになくなっちまうな。まったく頼もしい後輩で嬉しいぜ。ともあれ俺は先に帰らせてもらう。アバリティアが奴一匹ならいいが、もし他にも現れるようなら町へ注意を促さねえとな。じゃあな。あ、後で開拓局に来てくれ。報酬はきっちり払うぜ。あれはどういうことなんだ。ん？どうした。なんじゃ貴様は。今空から飛んでこなかったか。君はライジャなのか。ライジャ、なんぞそれ。この揺らぎはライジャの。いやでも君は何か知っているのか。それにしては、決断を下すのはまだ早いか。おいこりゃ、お主何者なんじゃ。さっきからわけのわからんことをつぶやきおって。そうだね、名前くらいは教えておこう。この先長い付き合いになるかもしれないしね。僕の名はメルローフ、ただの放浪者さ。それじゃ。しかし妙なやつじゃったな。よいか、ああいう輩に絡まれても無視を決め込むんだぞ。少々親切にされたからといって気を許してみろ。つけ込まれるに違いないわ。なんじゃ、わしをじっと見て。それよりあやつ、ライジャとか言うておったな。ライジャ、ライジャ、なんか聞いたことあるような。あーダメじゃ、思い出せん。とにかくあれじゃ、忘れんうちにジェイクに報酬をもらわねば。行くぞ。ところで、そうじゃな、の、そうじゃな。What？ フッフッフ。ちょ。なんじゃと。